こんにちは。こんにちは。渡辺です。渡辺です。今日もブルーとピンクで。ピンクでお送りいたします。はい、ということで、今回は、この前ね、ひとみさんがインスタグラムで上げてた、夏休み企画にぴったりな、ボールペンアレンジを紹介していきたいと思います。学生さんだったら、はい、お勉強の時にピタッと止めれたりとか、奥様だったら、家計簿をつけながらピッて止める。今、家計簿あんまつけないから、ね、つけるかもしれないしね。なんかこう、物を書いてる時に、髪の毛邪魔やなっていう時に、できるアレンジになってますので、ぜひ皆さん、参考にしてみてください。今日はボールペンを使います。本当はちょっと重いものの方がやりやすいんですが、今日はそこにあったのでフリクションのボールペン使ってやっていきたいと思います。まずは後ろに1つでまとめます。まとめたら毛先を時計回りに3回転回して毛先を上に持ち上げます。ボールペンを刺します。ねじったところの右側にボールペンを刺してねじった毛束を越えて、ねじった毛束の下にペンが通るように刺します。ボールペンの先が右側に出れば完成です。はい、ということで、もうひとみさん30秒で終わったんじゃない？はい、10ぐらい早かったですよね。多分もうポイント的にはやっぱこの止め方やと思うんですよ。まずは一つに一本でまとめる、で、しっかりとねじって、で、このボールペンが右から刺して、で、ねじったところを上通して、で、内側入れて、で、右側から出すっていう感じやな、はい、これがうまいこと決まったらバシッて止まります。一回で止まるパターンもあるし、止まらないパターンもあると。パターンもあるかもしれないですね。やっぱペンによってどのペンでもできるんですけど、ちょっと軽いやつだと無理だな、やりにくいなとか、まあ、髪の毛の量とかによってはペンの太さとか、うん、重さを変えてあげてもいいかもしれない。だから、まあ、ちょっと重めのやつで、で、髪の毛の量が多い方だったら、パッと止まりやすい。で、短い方だったら、ちょっと止まりにくい可能性があるんで、そういう方はちょっと重めのボールペン使ったりとかね、やってあげると決まるかなと思います。他にポイントはありますか？他に、まあ、スタイリングしてる状態でも、簡単にできるんですけど、まあ、お家とかで、とりあえずなんかこう、寝起きのボサボサの髪の毛とかの方が、意外とやりやすかったりします。なるほどね。じゃあもう、もう朝起きてちょっと邪魔やなって思う時につけてもいいし、全然むしろそっちの方が楽かもしれない。ね、まあ何でも使えるんでね、まあ女性の方だったらあのペンシルとかでもピタッと止めれるし、はい、ヘアバンがない時にも使えるアレンジになってますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。